金鋭堂の武雄です、今回は、オークリーのサングラス、このファストジャケットをはじめとしたオークリーサングラスの、このノーズパッドと、イヤーソック、こちらの交換方法についてお話をさせていただきたいと思います。オークリーの、特許素材でもある、水分や油分を吸収して、スポーツ時など汗をかいたり、例えば、雨の中でもオークリースポーツスペシフィックサングラスを中心にオークリーのサングラスに取り付けられております。こちらのアンオブタニウム製のノーズパッドやイヤーソック、これがあることで、さらに吸着し、ズレを防止してくれるオークリーだけの特許技術と素材で作られた、これらのノーズパッドやイヤーソック、その名の通り鼻に当たる部分を、こちらですね、この部分をノーズパッド、そして、耳にかかる部分をイヤーソックと言います。オークリーのスポーツモデルは、そのアイウェアが肌に直接触れている部分に、このアンオブタニウムが用いられ、スポーツ時に最高のパフォーマンスを引き出せるように作られております。ですが、そういった素材のため長く使用しているとだんだんベトベトになってきたり、破れたりしてしまいます。そのためにオークリーでは、こういったそのノーズパッドや、イヤーソック、この部分は消耗品として、交換用ノーズパッドや、こういったもの、そして、イヤーソック、こういったものが入った、専用のキットが発売されております。そういった、イヤーソックやノーズパッドのキットの、発売がないものでもオークリージャパンカスタマーサービスに本体を送れば、修理交換という形でその部分を新品のノーズパッドやイヤーソックと交換してきてくれます。そのキットが発売されており、ご自分で交換が可能なモデルとしてはレーダーやレーダーロック、ファストジャケット、ハーフジャケット 2.0、 そして今、私が履けさせていただいておりますフラッグジャケットなどがあります。オプサルミックフレームでは、このクロスリンクなども、各々のパーツの発売があり、今回は、それらの交換の仕方、そして方法についてご説明させていただきます。それではこちらをご覧ください。それではレーダーと、レーダーロックの、ノズパッド、イヤーソック交換の仕方について、ご覧いただければと思います。まず、このレーダーとレーダーロック、基本的に、ノーズパッドは同じものが採用されております。イヤーソックスの、形状こそ、レーダーとレーダーロックと、違うものの、基本的な、その交換の仕方というのは一緒です。まずこちらが、アンオブタニウム製のオークリーの、ノーズパッドですが、このノーズパッド、非常にこのように、弾力性があります。ですので、怖がらずに、交換をしていただければと思いますが、外し方としては、まずこのノーズパッド、上の方にこのように、引っ張っていただいて、外しますが、そうすると、このように爪の部分が、見えてくると思います。そのままあと、下に引き下げていただければ、このように外れます。こちらも、同じように外してみます。このように、比較的簡単に、取り外しはできると思います。入れるときは、この、爪が出ていると思いますので、この爪の部分に、このノーズパッドの、切り込みがありますので、この部分を、伸ばして入れていただければと思います。それでは実際にちょっと入れてみたいと思います。まず、このように下を引っ掛けていただいて、そのままこのように、伸びますので、このまま上の方を入れていただければ、これで取り付けが完了します。反対側も、同じようにやってみます。このように、下を引っ掛けていただいて、その後、このように伸ばして、上の部分をその切り込みの部分に、はめ込んでいただくだけです。これで、ノーズパッド、簡単にその交換
取り付けが完了しました。そして、イヤーソックスですが、こちらのイヤーソックス、単純に、はめ込んであるだけです。ですが、外れないように、テンプルエンド、この部分が、太くなっており、このまま、使用していても、外れないような、そういった作りになっております。ですが、取り外す際、これを、このテンプルエンド、このイヤーソックスも、非常に伸びますので、怖がらずに、ただこのように、引っ張っていただければと思います。この部分、テンプルエンドの部分が、太くなっておりますが、非常に、そのイヤーソックスも、伸びますので、このまま、引っ張って外していただくだけです。どうしても、外しにくいという場合は、このように回しながら抜いていただければと思います。これが、今取り外した状態になります。そして、はめ込むときは、同じようにこのようにこうはめていただくだけですが、どうしても滑らないゴム製のために、入れにくいということもあると思います。その場合は、この部分に、台所用の家庭用の中性洗剤を塗っていただいて、でその後、ただこのようにはめ込んでいただければと思います。入れるとき、方向が若干間違っていると、変に伸びてしまうことが、ありますので、この部分まっすぐに、入れていただいて、もしこの時も、入れにくいということであれば、このように少し回しながら入れていただくと、このように入ります。中性洗剤、つけられた場合は、この後水洗いをして、その中性洗剤を洗い流していただければと思います。以上で、レーダーの、そしてレーダーロックの、イヤーソックス、交換の仕方、ご参考にしていただければと思います。続いては、こちらのオークリーハーフジャケット 2.0、ファーストジャケット、フラッグジャケット、これらのモデルの、ノーズパッド、イヤーソックス交換、そちらについてお話をさせていただきたいと思います。まず、これらの3つのモデル、基本的にはノーズパッドは同じものが、ついております。ここでは、ハーフジャケット 2.0 を、題材にとって、そのノーズパッドの交換の仕方をご覧いただければと思います。形状は違いますが、先ほどご覧いただいた、レーダーや、レーダーロック、それらのアイテムと、ノーズパッドの交換、方法は一緒になります。同じ、鍵なり状になっておりますので、この部分をこのように、外していただくことで、ノーズパッド、簡単に取り外すことができます。この、形状は違えど、ノーズパッドも、非常に伸縮性のある、そういったノーズパッドが使用されております。先ほど、上の方から、ノーズパッドを外してくださいというように申し上げましたが、特に決まりはありませんので、逆に、上の方からこのように、入れていただいて、でその後、このように、下の方をはめ込んでいただいても大丈夫です。このハーフジャケット 2.0、そして、ご覧いただいたフラッグジャケット、ファーストジャケット、これらのモデルに関しては、ノーズパッドは、同じものが使用されておりますので、交換の仕方も同じようにしていただければと思います。そして、このハーフジャケット 2.0 と、このフラッグジャケットに関しては、イヤーソックスの、形状は違えど、先ほどと同じように、このような形で、後ろにずらしていただくと、イヤーソックスが、取り外し、そして、逆に入れていただくことで、取り付けができますので、こちらの方、先ほどの、レーダーの交換方法と合わせて、ご覧いただければと思います。そしてこのファーストジャケット、ノーズパッドに関しては、ハーフジャケット 2.0、フラッグジャケットと、同じ、交換方法になりますが、イヤーソックスに、少し特徴があります。
まあ、このようなエアソックスがついておりますが、ファーストジャケットの場合、このまま引っ張っても抜けないようになっております。というのも、この部分に引っ掛けがあり、そしてロックがかかることで、少し短めのイヤーソックスではあるんですが、外れにくいように、そのような作りになっております。まあ、そのため、ファストジャケットに関してはこのイヤーソックス、交換する際、この先の部分を、持っていただいて、そのまま、手前の方に、こちら側に引っ張っていきます。まあ、そうすることで、この爪の部分が外れ、そして、この部分に2箇所、このように、ストッパーがついております。まあ、ここまで、外していただいたら、あとは同じように、このように後ろに引っ張って抜いていただくだけとなります。まあ、入れるときは、逆にこの方向から、入れていただいて、その後、まあ、このストッパーを合わせていただいて、まあ、最後に爪の部分を差し込んでいただければ、これでファストジャケットのイヤーソックスの交換が完了します。続いてはオークリーピットブルと、そしてオプサルミックフレームクロスリンク、まあ、これらのモデルは、先ほどまでご覧いただいた、レーダーや、ファーストジャケット、それらのモデルと違い、新しいノーズパッドの方式が採用されております。まあ、基本的に、ピットブルと、クロスリンクは同じノーズパッドが採用されております。形状は違うんですが、オークリーのストレートジャケット、こういったものも、同じ方式で、取り付けられた、ノーズパッドが採用されております。それでは、ピットブルで、実際そのノーズパッド、どのような形で、劣化してきたら交換するのかをご覧いただければと思います。この部分、ノーズパッドついておりますが、このピットブル、2本のピンが立っており、その部分に、このノーズパッドが、差し込まれております。まあ、このノーズパッドを持っていただいて、後ろ側にこのように引いていただくことで、取り外すことができます。まあ、この際、結構力がいりますので、ピンが抜けないように、ピンが折れたりしないように、お気をつけいただければと思います。それでは外してみます。このように、本体に2本のピンが立っており、そして、ノーズパッドには、このような、2つの穴が開いております。まあ、その部分を、合わせていただいて、そして、差し込んでいただくだけです。ですが、このノーズパッド、中には、接着してあるものであったり、非常に硬いもの、そういったものもありますので、なかなか外れないというときには、よく温めていただいて外していただいたり、購入された店舗、そういったところにご相談いただければと思います。続いてクロスリンクのイヤーソックスの交換方法について、まあ、クロスリンクは、そのイヤーソックのカラー、さまざまなカラーが発売されており、ご自分で交換していただくことで、まあ、たくさんの、色を楽しめる、そういったシステムが組み込まれておりますが、これもイヤーソック、基本的にはただ引っ張っていただいて外していただくだけなんですが、このまま簡単に抜けないようにと、この部分にストッパーがついております。この部分、イヤーソックスと一緒になった形状のものですので、この部分を爪か何かでこのように外側に押していただいて、そうすると、このように今盛り上がっているのがわかると思います。まあ、ここを、このように外していただいて、そして、イヤーソックスをこのように、そのまままた後ろにずらしていただいて抜いていただくような形になります。まあ、入れるときは、同じように、逆の方から入れていただいて、最後に、このストッパーを、ただ押し込んでいただければ、それで交換が完了します。
クロスリンクに関しては、このような形で、夜測、交換することができます。さまざまな、カラーがありますので、ぜひ、皆様の好みに合わせて、そのイヤーソックスもお選びいただければと思います。金鋭灯の実際の点灯ですが、これだけのさまざまなカラーが、金鋭灯には揃っております。そして、こちらの棚の方にも限定商品をはじめ、これらのライフスタイルコレクション、そして、これだけの数のオフサルミックフレーム、この中から、きっとあなただけの、本当に欲しい、そして本当に力になってくれるアイテムが見つかると思います。こちらのコーナーで、実際に、そのカスタムパーツのカラーなども、ご覧いただけますので、ぜひ実際に手に取って、その目で、そのカラーをお確かめいただければと思います。皆様ご覧いただいていかがでしたでしょうか。まあ、この、まあ、イヤーソックやノーズパッド、まあ、劣化してきて、交換するということもあるでしょうし、まあ、イメージを変えたいから、まあ、こういった別カラーへ、パーツを交換するということもできます。まあ、レーシングジャケットや、スプリットジャケットのノーズパッドの交換の仕方については別に動画を作成しておりますので、ぜひそちらの動画も、ご覧になってみてください。最強のアイギアを最高の状態で使っていただきたい、まあ、そんな思いと、皆様から交換の仕方などについてご質問も多く頂戴しておりますので、今回この動画を作らせていただきました。またこれからもさまざまな動画、そして皆様のお力になれる展開をしてまいりますので、これからも金鋭灯どうぞよろしくお願いいたします。